中平富弘は日本の政治家、高知県宿毛市長、元宿毛市議会議員、高知県宿毛市出身。広島自動車工業短期大学卒業。2003年4月27日、宿毛市議会議員に就任。市議を計算機務める。2011年5月、議長に就任。2015年の市議選には出馬しなかった。 2015年12月6日に行われた、スクモ市長選挙に自由民主党と公明党の推薦を受けて出馬。元市職員の岡崎京介を破り当選。投票率は71.01%だった。12月26日、市長就任。2019年、自民党、公明党の推薦を受けて、市長選に立候補。元市議の田中徳武を退け再選。 投票率は過去最低の58.10%を記録した。2017年1月19日、スクモ市は健康づくり事業の推進及び地域活性化を目指すため DHC と包括連携協定を締結した。その後 DHC は2020年11月、吉田義明会長名で競合他社について CM に起用されているタレントはどういうわけかほぼ、 全員がコリアン系の日本人と公式ウェブサイトに記載。2021年4月9日、DHC はさらに吉田の差別発言を掲載。吉田は NHK は幹部、アナウンサー、社員のほとんどがコリアン系、NHK は日本の敵と述べた。2021年5月上旬、スクモ市は文章の削除を求めたが、これに対し DHC は 削除しないと返答。中平は、協定先として適切ではないと判断し、5月19日、解約する旨を書面で通知した。2020年7月14日、中平は、野下正文市議会議長、地元県議らと防衛省を訪問。南西諸島防衛にあたる自衛隊の広報支援拠点に、スクモワンの活用を求める要望書を、 河野太郎防衛省に提出した。ありがとうございます。